ベルタースオリジナルさん、二十五歳、会社員。二十五歳の自分が、今後のために、読んでおくべき本は、どんな本でしょうか。二十五歳の人ですね、今後のために、読んでおくべき本ですか。うんあの、十代は、片っ端から。 20代はそろそろ自分の好きなことを見つけてっていうのが僕が考える読書術なんですね。つまり10代のうちはとりあえず目に入るものは何でも読んだ方がいいよあんまり好きなことだけじゃなくてどん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 ちょっとでも面白そうなものを読んだ方がいいと例えば自分が変な話ですけど殺人に興味があるとか殺人記というのがいっぱい出てくるんですね。 つまり、資料のために読まなきゃいけないとか先輩から言われた後輩から言われたなんかこう会社でちょっと偉くなったから部下の人身掌握とかそういうしょうもないマニュアル本みたいなものをいっぱい読まなきゃいけなくなった時に20代でね縦に掘った穴が強制的に横に広がるからそうするとね楽しいことがいっぱい起こるので20代のうちは本当に好きなものだけ読んでいいけど読む分量だけはキープしてください。よろししくお願いします。